それではこれから iMac 2024年モデルを購入していきたいと思います。少々緊張しております。ではApple のホームページに行きます。来ました。ホームページ何回も見ました。もう気持ちは変わっていません。気持ちは固まっています。では購入、で今回自分はペザマウントモデルを購入してあります。こちらだと高さが変えれないっていうか、なんかそういった YouTube の動画上がってたんで、こっちの方がいいのかな、こっちにします。いで27インチ、こういう構成なんですけども、ハートマークついてると思います。お気に入り登録してるんですが、これを選びます。それで一応予算的な話なんですが、これちょっと上げれないんですよね。まあ、これ一応これで、まあほとんどの人はこっちで買ってるんですけど、自分はちょっとこっちで、予算的なご都合もあるので、こちらを選びます。で、メモリ。メモリについては、なんか後で自分で足せるので、この iMac 27インチについては自分で後で足せるので、その純正だとちょっと高いので、サードパーティー製を購入して後付けしたいと思います。ということで、8GB でいきたいと思います。で、ストレージは、まあ、1TB だと結構きついんですよね。これシステムで結構食うので、2TB。本当はこれにしたいんですけど、ちょっと予算的な都合で6、2TB にします。そして、一番迷ったグラフィックス。なんか今日の記事ですか ?8 月31日の記事で、これモデルする、なんか線が入るということなんですが、まあ、それの記事を見なくても、自分こっちに、これも予算的な都合でこれにします。で、これを買う、27インチを買う決め手だったのは、ナノテクスチャーガラス。これを試したいからです。これをほとんどの YouTuber の iMac を紹介してる方で、注文した人はこれをなんか選んでて、まあいいという話もあるし、ぼやけて良くないっていう手も聞いたことあるんですが、まあ自分ちょっとこちらとちょっと実感したいということで、かなりこの、都内の Apple Store 回ったんですけど、一応 iMac、でナノテクスチャーガラスの iMac 27インチ2020年モデルは今のところ展示していません。でプロディスプレイの方はこれですね。プロディスプレイ XDR の方は結構展示してあります。ただこれパソコン買えますからね。ちょっとこれはちょっと欲しいですけど、ちょっとこれは無理です。表参道や、山口の飾ってあったんで、まあ見たんですが、まあ、ちょっと液晶部分がちょっと
多分 iMac と違うと思うんですが、まあ、メーカーと同じでしょうということで、まあ、これにします。この値段でございます。で、あとはちょっとこの辺、優先でこの数字なのか、優先でもこの数字が出るのはちょっとわかんないんで、一応これ、ちょっと1万ですけど、ちょっと惜しいんでこれにします。それでこれ、トラックパッドと、マウスとトラックパッド。自分これ持ってるんで、ちょっと、トラックパッド、トラックパッドは持って、初代は持ってるんですけど、あれ、初代。持ってるんですけど、まあいいんですけど、これ。これの、まあ、2を試したいということで、2にします。それで、ペンキー、キーボード。キーボードは、あれ、違う。日本語じゃなくて、こちら。英語配列にします。そして、これだな。英語。マジックと。ミテラ。あ、これ、ちょっと、これ、アビオンと、マジギガ。ここは、なんていうか、これで、バックに追加しまーす。で、まあ、ちょっと、まあ、なんかあった時のために、まあ、Apple Care は入っといて、で、あとはもう、やらないので、バックを確認。なんとこの値段でございます。とても口に出せないです。まあ、これで消費税が4万1000円。これすごいな。ああ。これはすごいわ。ということで、ちょっと詳細に扱って。ナノテクスチャーガラス。8コア。10世代。8ギガメモリー。ラディオントラ5700。4テラ。SSD ストレージ。マジックトラックパッド。マジックキーボード。英語配列。これでいきますよ。注文手続きへ。クリック。で、こっからはちょっと見せれませんが、サインピ。配送希望する。配送希望して、これなんかクリックでいいのかな。できないな。3からこれ結構早く到着するな。配送住所へ進む。ナノテクスチャーガラス8コア。いや、この値段ですよ。それで配送先、この値段です。この値段をお支払いします。27日。じゃあいきますよ。さあいきますよ。清水の寺から飛べる感じで、このためにもうレンズも売りました。レンズも売って、フィルムは全部売ったかな。
ますよ。せー、あ、ちょっと、どれだけ入るか。 US ラッパッツ、いきますよ、いきますよ、いきますよ、せーの、あれ処理中、来た、あ、もう終わったの、ここに終わりました、あれ、ん、とりあえず注文しました、それでは到着を楽しみにしたいと思います、バイバーイ。